き合って3年、結婚2年、うん、5年いろいろ手がシータ。何でしょう。5ヶ月ですね。あ、そうです。おー、もうお腹が、おー、すごいすごい、ポロンポロンに出てきました。はい、皆さん、はい、こんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆかすん夫婦です。はい、今日は何をしますか。今日は、まあ、うちら結婚は2年かな。うん、ね、結婚して2年も経ったもんね。もう2年経ったね、うんうん、だから全部で5年ですね。うん、だからもうそろそろ言わなきゃね。何を。いやいやいや、嫌いとこね、なんで嫌いとこっていうか、うん、まあ嫌だみたいな。嫌だとか、そんなになんか、うわ、本当に嫌い、この子嫌いでもう一緒に行けないとかじゃなくてさ、うん、ないじゃん、まあ、そういうのいやいや、ないけどね、正直ないけど、うん、まあ、うちらのこういう2人のスタイルの嫌い方、まあそういう簡単な感じでね、はい、やってみますかな、はい、ますかなと思ってわかりましたかな。はい、はい、タイトルは一応あれです。付き合って全部、付き合って3年、結婚2年、うん、5年いろいろ手がシータ。こういう時嫌い、はい、いきましょう。せーの、1個目、まだ形かな、うん、心のとこが終わって私ブツブツかな、わかんないけどね一応言ってみます。私のパンティーと靴下を履くこいつこれ大丈夫かいつもね、最近履いてないじゃん。最近っていうか出ないから、また妊婦でさ、出ないからって。何が外出ないから出ないから違うし、パンツは毎日履くじゃん、出なくても出ても。違う、今は妊婦用のやつ履いてる。だから妊婦だからそうだけど、うん、やっと今5ヶ月、3、4ヶ月ぐらいは私のパンティと靴下、まあ靴下もしかも、もう持っていくじゃん、全部。靴下もね、だって靴下を、うん、あなたもいっぱいあるのに、なんで俺のだけ。ないよ、靴下買ったことないもんいっぱい買ってあげたよ靴下はすんちゃんのがいいじゃん。だから、いつもね、好きなやつだけ選ぶの。あんなに靴下多いけどだって、スレギがトゥンゲマンつま、スレギがトゥンゲマンじゃあ、まあそれはいいんだけどさ、うん、でも、まあ、パンツはきっとなんか見てる人の中でこれありえないわって思う人いると思うんだけど、すんちゃんボクサーパンツ履くんだけど、なんかそれがいい時があるんだよね、うんあ、まあ、こう三角パンティーじゃなくて、うん、この四角さが欲しい時があって、うん、そうだからその時ちょうどよく目の前にあると、これ使っていいって言って使っちゃうじゃん。いや、言ってないし使っていいって言うじゃん。だから私いつも大事な時見たらないとか、うん、はい、そうやって使ったりするんですけど、なんで、はい、結構ドン引きの方いると思う。ドン引き、どうしよう。パンツと靴下は兼用ですはい、今は違います。はい、はい、次じゃあ私、ゆかちゃん、これはもう絶対嫌いなんだけど、やっぱ寝坊すけやろうってこと前も言ったかな。寝坊すけなんか嫌だね、その発音。このすけ、寝坊すけ、寝坊すけね。そう、いつもね、なんかスケジュール帳とかにね、なんか、うんうんうん、絶対早く起きる明日からとか、なんか書くの、なんか決意をね8時には起きるとかなんか書くんだけど、叶ったことないと思う、あんまり。いや、ある。なんか業者の人来て本当にその日起きなきゃいけないとかじゃなきゃ、朝はこうスムーズに起きないかな、起きるまでの時間が長い、うん、みたいな。でもこれは言えるよ、私が肝が悪いの肝臓、肝が悪くて、肝臓な、そうそう、肝臓な、すごい起きるのがむずいかも。これ体のせいだよ、私の精神のあれ問題じゃない、すみません。確かに肝臓の数値がちょっとあれなんだけど、でも今回良くなってるかもしれないしさねえ、はい、早く起きた方がいいんだけどね。でも約束した日曜日になんか起こすのもね、これは強敵だな次、これはね、多分男たちらの全部が、あ、そうそうってもうやつ、わかった。せんちゃん、今日何食べる。この言葉が嫌だ。いや、嫌でしょう。ええー。
今日何食べんのとか何食べんのって言った時のそのノーの後はなんか見えるじゃん。言ってみや、ほら今日かかってこい、今日のメニューどれを選択するか見てみて今日の気分を行ったり来たりするわって。行ったり来たり、そうそうそう、絶対男は怖いよ。私だけじゃないかな。いや、みんなあると思うよ。あるあるって思って、当たり前当たり前。なんかメニューを考えるのが一番難しいじゃん。その今日何食べるって言ってなんかその後ろが嫌なの、床のなんか後ろがお前は今日何選ぶかちょっと聞いてみて今日はどうやってあげるか決めるわって感じでじゃあほな何でも言ってもダメなの今日なんかあのちゃんぽん、ちゃんみょん、サラダ系、なんか韓国でも床全部って言ったら、それもいいんだけどねとかさ、絶対あるやんな。まあ、ね、まあ、それもいいんだけどねって。じゃあでも本当にちょっとこうピタってするメニューが出てこないから、うん、まあそれでもいいけどねってなる。でもその次が嫌なの。その次が絶対嫌なの。なんかね、いやスンちゃん食べたいの食べようぜって言ってさ。私あのお茶飲みの食べたいのって言ったら、だってそういつもね、すんちゃんが食べたいものって言ったらいつもジャジャン麺か、うん、かソンロンタンなんだよ。あ、もしくはユッケジャンかね。そユッケジャン、ソンロンタン、ジャジャン麺なの絶対それも不思議なの。知らないの、何韓国の男はその3つだけでいいの。ジャジャン麺、ソンロンタン、ユッケジャン、これでずっと生きれるよ。あ、そうなの。そうそうそう。それが不思議だなって思ってました。でもそうって言ってもいけないじゃん、俺。そうだよね。そうそう、だから結局あなたが決めるじゃん。あなたがいつも決めるじゃん。なんか今後するとか。え、でも好きじゃん。もう好きだけどね。ほら。正直女の子の気持ち何それ。今日何食べんのって言ってるその、あ、だから何食べんのっていうのは。なんで言うのな。だからなんかちょっと。自分も何食べたいか分かんないけど、でもソンロンタンかユッケジャンかチャジャン麺ではないよっていうこと言ったや。男はその3つでいいの。知らんがなまあそういうことよ。はい、次、これはいいとこでもありなんだけど、うん、すんちゃんすごい几帳面なのね。几帳面って何。コンコミ、あ、うん、コンコマじゃない。コンコミ、かわいいねそれ。コンコミ、あのコンコミ、すんちゃんコンコミなんだけど、いい、なんかね遅いなんかスピードが遅い。なんか例えば掃除もそうだし、なんか料理とかもそうだし、何でもそうなんだけど、すごい正面なのね。だからしっかりはするのね、ちゃんと。それはいいとこだけど遅いの。なんかこう手早くパッパッパってあんまりできないのかな。うるさじゃあここでは言えます、はい、この子めっちゃ早いです。あの料理するときも後ろ見たらねもうこうなのか。まあまあまあ、そんな感じの人だから、まあ、この人によっては私は遅い感じに見えるんじゃない。だから、まあ、悪く言ったら私が適当で、すんちゃんが几帳面だからスピードに下がるのは自然の現象なの。それは嫌だったね。まあまあ、いやでもそのなんか私はそういう風にコンコミ、うん、きちんとなんかできないじゃん、性格上。だからなんかすごい、なんでこんな時間かかるんだろうって思っちゃうね。でも多分すんちゃんからしたら、なんでこんな早く適当にやるんだろうって思うんだよね。そう、わかりました。だから私がご飯作るって言って、うん、か待ってていいよ、座ってって言って私こう作ってあげるじゃん。でも私コンコミなんか遅いから、私がご飯作ってあげてんのに顔見てちょっと急ぎなきゃと思って、あ、すいませんすいませんって感じでやったことあります。入ってたね、ニックさん。はい、はい、次、ユッカーがそうかわかんないけど、多分私の周りの女の子、うん、あのお姉さんとたちらも見てもさ、うん、ある話なんですけど、うん、一緒のものを絶対また買うの。買ってまた買って言ってもそれ忘れんの。それ家にあんのに。例えばなんか化粧品のなんかスポンポンあるじゃん違うのなんかこういう、例えばね、こういうブラシとかあるじゃん。じゃあブラシ買ってないよあとなんかたまにこの、ね、っ石鹸入れてスッスッスッして泡出るやつ、なんかそれは絶対3ヶ月一瞬で1回買うしさそれね、それ
違う、それあなたのせいです、まあ、そうしかも、聞いてチキンじゃない、スポンポンとかもあったけどなんか、大きいブローチあるじゃないけど これもね、たまに違う、それ一回しか買ってないんだけどそれ痛かったの分かんないよ、あなただったからなんか、買いたいってだから、あれはあの、お風呂洗いのスポンジになったんですうんうんでも、同じのは、うん、違うその、ポンポンっていうそのクッションファンではじゃあもらい物が多いじゃん、うん、でもユトンキガーに行っちゃうスポンポンにあるよ何こいつ何よスポンジに何をユトンキガーあんのあスポンジストップこれじゃないのあクッションファンじゃなくて違うクッションファンじゃなくてスポンポンなんか中身だあるじゃんこれ違うこれ買えなきゃじゃんだから買えなきゃどういっぱいあるのにまたなんかね例えば行きました行きました行きました行ってんでなんかあれあるスポンポンって感じないご覧のスポンサーの提供でお送りしました次最後ですね最後か温度差温度差っていうかすんちゃんは結構アメリカスタイルの体温なのねすごい高いのねだからすんちゃんは暑いの私は結構寒がりなのねだからエアコンの温度設定とか布団の厚みとかっていうのが結構違うんだよねでも最近合わせあ私が豚そう私が豚じゃあ妊娠してからもう汗が半端なくて今もそうなんだけど、うん、ドバドバ出るのだからまあちょっとどっこいか私の方が今は暑いぐらいなんだけど、まあ、その前にねその前はちょっと温度差があったから、うん、結構、うん、すんちゃんがこう暑いからピッてエアコンつけたりすると私寒いからピッて消したりとかっていうバトルがやってみ、うん、私ピッつけたちょっとで消しましたピッて言ってくれよピッて言ってくれないなんでピーってつけてたら暑いからですぐピーって消すしそうで見てで自分暑い時はピーってつけて俺寒い時我慢してくれだからそういうのは優しいんだけど優しいそうだからまあ嫌いっていうか、まあ、温度差がありますねまあそれは結構ねそう毎日だからそれは本当にあると思 う、うん、まあゆかが大変と思うけどでも今はすごい気にしてくれてるし、うん、まあ前からだけどね、まあ、妊婦してるから仕方ないんですねありがとうございますはい今日まあ、こうやってうちらがなんかこういう感じのそう長く付き合ったり一緒にいるといろいろ問題が発覚するじゃないですか、うんうん、皆さんのあの世界はどうかわかんないけど皆さんの世界は、はいまあ、こういう感じのうちらの二冠夫婦はこういう感じのがありますからみんなこうやって話してよく長生きしてくださいそうです、はい、平和に暮らしましょうはい、はいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムツイートのフォローとチャンネル登録もお願いしますお願いします、はい、また次の動画で会いましょう会いましょうはい、くどくもお願いしますアンニョン